私もニューヒーローの誕生を見たいですよ、本当に。もう始まってる。失礼しました。今ね、ポールポジションドライバートークということで、昨日の予選でポールを取った福住二玲選手のポールポジションドライバートーク、グルービュー YouTube でお楽しみいただいたかと思いますが、まあ、おにぎりの具好きなのはツナマヨということでね、まあ、ぜひね、ファンの皆様、二玲選手にですね、ツナマヨのおみやと、まあ、そしてね、まあ、優勝した際にはね、ぜひ盛大なね、拍手を送っていただきたいところなんですけども、私はですね、この今ですね、レースとレースの合間に行われております、ピットビューイング、はい、ピットビューイングが行われております。鈴鹿サーキットピットに来ております。すいません、ちょっとマネージャー通してください。すいません、ごめんなさい。そこまで人気者じゃない、そんな撮ってないよということでした。失礼いたしました。さあ、ということでですね、今回は 2&4 の開催ということで、2輪4輪たくさんのですね、チームの皆さんがこのピットにいらしてますので、こちらの雰囲気をですね、まあ、参加されてるお客様もいらっしゃいますが、まあ、参加されてない方ね、一緒にピットビューイングしてる感じでお楽しみいただければと思います。それでは行ってきましょう。まずはこちら、スリーボンドドラゴコルセ12号車のタチアナ・カルデロン選手のですね、ピットですね。こんにちは。はい、こちらのチームね、イケメンがですね、いっぱいいるんですよ。はい、まあ、結構ね、自称でイケメンの方って言うと、はいはいはいみたいな感じでみんな手を挙げるくらい、こうノリのいいですねチームです。はい、さあ、こちら二輪ですね、バイクですよ、バイク。やっぱり4輪のレース、他のスーパーフォーミュラライツだったり N1 だったりとか、4輪のこの閉鎖っていうんですかね、まあ、ありますけど、2輪と同じ会場でレース行われることって、本当にこの 2&4 とかでしか見れないので、いいですね、バイク。思わずなんかちょっとまたがりたくなっちゃいますけど、この後レースありますのでね、そこはね、ご勘弁といただこうでしょうか。そしてこちらが、ルーキーレーシング、まあ、今ちょうど選手の皆さんやチームの皆さんはレース前の、まあ、ミーティングだったり休憩中ということだと思います。はい、今ちょっとピットの方にはですね、特にカメラマンさんですね、さっさー、いなくなっちゃいましたね。はい、撮る方が得意ですけど、撮られるのはちょっとっていうところでしょうか。隠れてしまいましたが、はい、こちらですね、このこちらね、こちらもチームによってね違いますのでね、ちょっと表に出てたらカメラで見ていきたいなと思いますね。ちなみに、こちらのルーキーレーシングの、ありがとうございます、ありがとうございます、ルーキーレーシングの、オーナーさんですね、はい、トヨタさんですね、まあ、トヨタの社長というか思ってますか、もう今日いらっしゃっておりました。さあ、そしてこちらがですね、 BMAX レーシングですね、今回から、松下選手がシートを乗るということで、こちら11号車ここね、ここね、ノブ松下、ノブ松下入ってますよ、帰りなさいですよ。すごくなんかね、髪型もね、ちょっとパーマか、なんかおしゃれな感じ、ちょっとこう、なんかイメチェンをされたような勝手な印象ですけど、はい、チームの雰囲気ですね、な感じになっております。はい、かっこいい感じですね、こう黒グレーな感じで、シックな感じのピット、ピットの様子も本当にチームそれぞれ違うので、いろいろね見ていきたいですけど、鈴鹿長いし、ほんと二輪もあるから、なんかカラフルな感じで、ここね、歩くのもね、楽しい気分になりますね。はい。バイク。まあ、こんなぐらいのね、私の体をこう横に並べますと、まあ、このぐらいのサイズ感ですよね。四輪に比べるとこうね、コンパクトな感じですけども。これで、あのスピードでもうさ、こんなじゃん、こんなじゃないですか。あれはね、本当にすごいなって思います。はい、さあ、こちら KCMG ですね。手前にフロントウィングだったりとか出てますね。次やった、すごい、めっちゃ遠くなってる。なんかよく見るとなんかね、こう構造がね、穴があったりとか、こういうボコボコしてたりとかしてるんですね。こういうのでそのダウンフォースとか、いろいろな空力とかを操ってるんですかね。私は、見た感じだと、この角度がどういう動きをするのかっていうのがね、ちょっとわからないですけども、こういうのを、まあ、自動車評論家の諸角さんにテクラボで聞くといいんですかね。なんか、ここの部分の、この穴は何の意味があるんですかとか、すごく語ってくれそう。今、中の方で、こちらですね、小高選手の車両ですかね。チームの皆さんで、いろいろと、まだメンテナンスを見ている感じですね。小高選手のね、ヘルメットピンクで可愛らしいデザインのものなので、ちょっと見てみてください。
で、ちなみにプットビューイングなんですけども、富士の時はレースクイーンの方とか出てましたけど、今回はまあちょっとコロナのこともあってということで、ちょっとね、出てくることはないイベントにはなってますが、ピットのことね、いっぱい見れますので。さあ、こちらがチーム無限。こちらはレッドブルの方ですね。大津選手のですね、ピットですね。まあ、まだいろいろとなんかいじってそうですね。前の方ですか。ここね、大津弘樹と入ってますね。はい。念願のスーパーフォーミュラでの、フルシーズン。戦う形となっております。さあ、レッドブル無限。さあ、そしてこちらが、野尻選手ですね。ピットですね。この赤のカラーリングに医療従事者の皆様ありがとうございますっていう文字が本当にね、あんまりこうない斬新ですけども、やっぱり本当に医療従事者の皆様にね、私たち本当に支えられているというか、本当に感謝をしなければいけないということで、こちらの文字はですね、マシンのカラーリングの一部として施されております。はい、すごい。あ、ちょっとね、あっちの方映せないですけど、やっぱり横断幕でね、ファンの皆さんへの応援のなんて旗っていうんですかね、カラフルにありますね。いいですね、なんか活気づいてる感じ。そしてこちらが、ミリのブースですね。おー、すごいですね。前にゼッケンがあって、カラーリングがあって、いや本当にすごいな。もう二輪って怖くて私見れないですよね、迫力ありすぎて。さあ、そしてこちらが近藤レーシングさんです。ピット全体的シルバーというか白っぽい感じで、横もなんかね、なんて言うんですか、ライトがこうスケルトンで透けるような感じになってますね。ああ、びっくりした。人が下で何か書いてますね。びっくりしますね、一瞬ちょっと。なんか下で人が動いてるぞと思ったら。はい。いろいろとこうチェックをして、メモしてといったとこでしょうかね。こちら、本当レシングさんですね。では何だろうな。いろいろな機械が出てますね。これあれですもんね。ルンルンルン、タイヤの取るやつですね。これが、さっきアップ。ここを目印に。構造が複雑そう。こちらの方も出てますね。まだね、今シーズンね、ちょっとね、調子がいいとは言えないかもしれないですけども、チームチャンピオンも取っているチームですから、はい、この後のね、この後のこう追い上げっていうところをですね、注目したいなと思います。はい。さあ、そしてこちら TCS 中島レーシングですね。はい、白ブルーで、カラーリングのイメージは大きくは変わっていないですけども、結構皆さんいらっしゃいますね。まだ 両車両ともいろいろとなんか触ってますね。はい、カラーリングも何のブルーなんだろうな。これすごい綺麗な色ですよね。こういう風に多分今ね、ピットビューイングで結構こうマシンのパーツっていうんですかね、こう近くで見れるのってなかなかないと思うので、これは本当にピットビューイングならではだと思います。本当このぐらいの距離でじっくりじろじろとね見れて、しかも走ってる車って当然ですけども、車として全てこうくっついた状態じゃないですか。こういう風にこう取り外されて、あ、こここういう風に取り外せるんだみたいな発見もありますよね。こうくっついてたのね、このパーツみたいなところも見れるんじゃないかなと思います。はい、中島レーシング。はい、あ、こちらはこちらの二輪さんですかね。はい、一枠残しの皆さん応援よろしくお願いします。こういうのもね、新しい形ですよね。こうあまりこうファンにこういろいろなんですか、ポストカード配るとかそういうことがなかなかこう直接的な接触ができない分、こういうね、まあ、PR を、まあ、SNS で発信して、それをこう QR コードだったりとか、そういうの読み込んでみてねっていうやり方とかね、どんどん新しい生活様式になっていっていますが、だんだんみんなそういった生活様式にもやっぱり何ですか、慣れてきますね。さあさあ、こちらがリリーのバイクですね。アプリリアさんですね。楽しいですね、なんかフォーミュラ見てバイク見てみたいな。本当にもう
一瞬の瞬きもできない。もうずっとこうやって見てないと、こう、シャッター、ガレージ、シャッターっていうのかな、閉まってるところがないです。あ、関口選手がちょうどいますね。なんかスポンサーさんとかご家族とかとの写真でしょうかね。はい、出てきてますね。基本的に今回はやっぱ人が集まっちゃうということで、ドライバーさんが表に出たりとか、エースクイーンが表に出たりっていうですね、ファン対応っていうのはちょっとご遠慮くださいということになっておりますので、はい、全然みんな出てきてくれない悲しいっていうよりは、その、まあ、コロナの状況もありましてっていうことですので、その辺はご了承いただければなと思います。はい、まあ、ガラッとね、イメージが変わりましたよね。こちらのチーム、インパルスですね。黒ベースにね、金色の、はい、デザインということで、今ね、関口選手いらっしゃいます。こんにちは。関口選手はね、結構ね、おしゃれさんでね、靴がね、いつもね、キラキラなんです。今日はキラキラではなく、ちょっとシックな感じのかっこいいデザインの靴を履いてますね。はい、ぜひドライバーさんのファッションチェックね、してみてください。さあ、こちらはスポンサーさんとのあれですかね、談笑ですかね。まあ、非常になんかこの鈴鹿調子は良さそうですよね。チームとして調子も良さそうですし、まあ、関口選手自身もなんかちょっとこう自分をなんていうんですか、一旦こうリセットやつから戻れたじゃないですけど、なんかちょっと楽しみかな、レースみたいなっていうところがありますね。はい、さあ、ずら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 ーと、これやっぱマシンがね、並んでるとかっこいいですね。はい、さあ、そしてこちらが、ドコモチームダンデライアンレーシングですね。こちらですね、ドコモ急にやっぱ電波良くなったんじゃない、ちょっとはい、さあ、こちら先ほどね、ポールポジションドライバートークで福住選手ですね、はい、お越しいただきましたけども、まあ、トークショー前まではね、ゆっくりと髪を取って寝ていたということですが、はい、さあ、笹原選手もね、開幕戦に引き続き、スタイリングを握りますので楽しみです。さあ、そしてこちら、セレモニーイングです。カラーリング変わって白でね、いろんなとこにいるね、みゆちゃんのポーズとか表情がね、違うんですよね。かわいいですよ。じゃあ書いてますね。じゃあ、今回も個人スポンサーさんの名前がですね、マシーンにですね、みゆちゃんがこう持ってる感じで名前が入ってる感じになってますね。はい、あ、こういう感じでね、はい、タダキシアンドケインみたいな感じ。私も申し込んでみようかな。なんか坪井選手のヘルメットの正面に何かいる何かいる何かいますね。筋肉マンなのか、なんかフィギュアがいますね。気になりますが、何でしょうか、あれは。さあ、そしてこちらが、ライダーエリアですね。お、なんかすいません、失礼します、失礼します、失礼します、失礼しました。はいはい、もうあと残すところがピットをちょっとですね、こちらですね、はい、クオ、バンテリーチームトムスということで、トムスの、ピットにやってまいりました。こちらがジュリアーノ・アレジさんのですね、選手のマシンですね。そしてこちらが、宮田理智選手ですね。ちょうどあそこに宮田理智選手いますね。あ、手振ってください、ありがとうございます、ありがとうございます。そして、ジュリアーノ・アレジ選手もちょっとなんか軽食ですかね、なんかプロテインバーみたいな感じのなんか美味しそうなものを食べておりましたが、まあ、今2人チームメイトですね、まあ 各スタッフとお話をしているといったところでしょうか。はい、あ、ちなみにヘルメット結構キラキラですね。メイト選手2つあるけど、キラキラ素敵なヘルメットです。まあ、ヘルメットもドライバーの顔ということでね、個性のあるヘルメットですので、ぜひそちらもね、見て走ってる時の、ドライバーの見分けの参考にしてもらえたらなと思います。はい、それではですね、ピットビューイングですね、こちらで以上となります。この後はですね、トヨタのドライバーとホンダドライバーですかね、バンテリーチーム、トムスの、ドライバーさんと、TCS 中島レーシングさんのですね、トークショーの方を、ちょっと突撃していきたいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ただですね、皆さんとお楽しみいただけるようなこう臨場感あるちょっと映像でお送りする形となると思いますので、まあ、クレームなどなどはちょっと気をつけませんが、よろしくお願いいたします。それでは、準備が整うまでお待ちください。バイバーイ。